皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシロウです。今回の動画週刊カメラニュースとなります。今週も気になった新製品情報やトピックスについて喋っていこうと思います。よろしくお願いします。今週気になった新製品情報、まず最初はキヤノンです。以前もお伝えしましたが RF15-30mm F4.5-6.3ISSTM と RF24mm F1.8 マクロ ISSTM が正式発表されました。スペックの方なんですけど、このような感じとなっていて、以前お伝えしたものとほぼ同じとなっています。そしてですね、レンズ構成の方なんですけど、 RF15-30mm の方はプラスチックモールド非球面レンズ1枚と UD レンズ2枚を採用しています。そしてですね、 RF24mmF1.8 の方はプラスチックモールド非球面レンズ1枚と UD レンズ1枚を採用しています。価格の方なんですけど、RF15-30mm の方はキヤノンオンラインショップ価格で 85,800円税込みとなっています。そしてですね、 RF24mmF1.8 の方はキヤノンオンラインショップの方で 96,800円税込みとなっています。なのでね、量販店ではもう少し安くなるのではないかなという感じですね。このね、 RF マウントの 24mmF1.8 マクロの方なんですけど、 EFM レンズや EFS レンズのようにフロント側にねライトがつくという仕様にはならなかったみたいですね。あれね、結構接写するときにリングライトがついてるっていうのは便利だったんですけど、 RF マウントレンズではそういうのはね採用しないみたいですね。そして RF15-30mm の方は広角ズームレンズなんですが、ちょっと F が暗いのがな気になるところですが、これね APS-C だとちょうど標準ズームレンズになるので EOS R7 や R10 に使ってもいいかもしれませんね。 RF15mm-30mm のRF15-30mm のレンズ構成図と MTF 曲線はこのような感じとなっています。最近のレンズとしては珍しく前側の方にレンズが集中してますね。あと MTF 曲線なんですけど、 15mm の方が結構ね分離しちゃってるので、 F が暗いということもあって夜の撮影、特にね成形写真とかだとあまり向かないレンズなのかなという気がします。それでね、 30mm の方はまずまずなんで、どちらかというと望遠側で夜の撮影なんかは使った方が良さそうです。 RF24mmF1.8 のレンズ構成図と MTF 曲線はこのような感じとなっています。 24mmF1.8 の方なんですけど、こちらの方はねレンズが主に中心部分によって構成されてますね。あと MTF 曲線を見る限りではそこまでねマクロレンズという割にはあまり良くはないですよね。やっぱりこの辺はね UD レンズが1枚しかないというところが影響しているのかもしれません。今週気になった新製品情報のもう一つが OM デジタルソリューションです。以前から噂にあった OM5 についての仕様が、ね、少し分かってきました。イメージセンサーの方なんですけど2000万画素で OM1 と同じセンサーになるみたいですね。そして連写枚数の方が15コマということなんですが、これはねメカシャッターになるのか電子シャッターになるのか分からないんですが、電子シャッターだとね普通は秒間30コマぐらいになるので、おそらくメカシャッターになると思うのですが、OM1 よりもね連写枚数の方が増えてるので、この辺がねちょっとよく分かんないところですね。バッテリーに関して言うと OM1 と同じものとなります。発表の方は9月の下旬で、発売の方は10月になる予定です。この OM5 なんですけど、 OM1 の劣化版と言われてはいるんですが、その割にはね連写枚数なんかが OM1 より上回っているので、この辺がねちょっとどのようになるのかは分からないです。あとですね、動画の方の機能とかもあまり分かっていないのですが、おそらくは 4K30p ぐらいに抑えて価格の方を抑えていくのかなと思ってます。新製品情報については今週気になったトピックスです。もう皆さんご存知だと思いますが、日経新聞がニコンが一眼レフカメラの開発から撤退するという記事を掲載していました。その後ねすぐにニコンの方からこの記事の否定するコメントが発表されています。そしてですね、デジタル一眼カメラの生産販売サポートは継続していくというふうにも発表しました。ただね、この時に一眼レフカメラの開発は続けているということは言っていないので、おそらくもうね一眼レフカメラの開発はストップしていて、 Z マウント機の方のね開発に早々集中しているんだと思います。その他にもね、日経の方はキヤノンの方もね近いうちに一眼レフの生産を終了するというふうなね
記事も出ていました。こちらの方はまあ日経アジア版の記事なんですが、この辺はねちょっとどうなんでしょうね。レフ期っていうとね、ちょっと今は分かんないんですけど、数年前までは途上国ではねミラーレス期よりもレフ期の方が売れているというのもあって、特にねキャノンなんかだと2桁機種なんかねすごく売れているというのもあるんで、そうやすやすとね一眼レフの生産を中止するということはないとは思うんですが、もうね時代はミラーレスとなっているので、途上国の方でもねそのミラーレスへの移行が進んでいけば、もうねニコンにしてもキヤノンにしても一眼レフの生産というのはやめていくんじゃないかなと思います。今週気になったトピックスのもう一つは、マップカメラの方が2022年6月のレンズ交換式デジタルカメラの販売ランキングを発表しました。1位の方はキヤノンの EOS R7 となります。6月の後半に発売されたものなんですが、後半に発売された割にはファーストロットはね結構数があったみたいで、ランキングの方には1位になってきました。ただね予約開始当日にもう供給不足の発表がされていたので、今現在はねもう店頭の展示品もないぐらい品薄になっているので、7月のランキングでどのぐらい入ってくるかっていうのもちょっと怪しいとこですね。そして2位の方は安定の α7-4 が入ってきています。あと面白いところとしては4位に受注の再開された ZV-10 が入ってきています。7位の方にはずっとね供給不足だったニコンの Z9 が入ってきたりしてますね。10位にリコーのシーターがね入ってきているところが面白いですね。まあこうしてね見てみると、やはりね安定供給できているキャノン機がランキング上位に入ってきているなという感じがします。それでもね R3 に関して言うと今のところねまだ供給不足が続いているみたいですね。そして7月というとEOS R10 の発売となるんですが、マップカメラはねどちらかというとハイアマチュア寄りの客層なんでね、 R10 が上位に入ってくるのかどうかっていうところがちょっと気になるところですね。はい、いかがだったでしょうか。今週はねやっぱり日経の記事じゃないでしょうか。最近ね日経ってなんかこういうねデタラメな記事が多いですよね。本当ねなんかちゃんと取材して記事書いてんのかなっていう気がしますよね。本当なんかネットで流れている話をまとめただけじゃないかっていうね記事が結構多いですよね。カメラ以外にもねなんかいろいろとお菓子の記事とかが多いですもんね。なんか日経の質がな落ちちゃったなっていう気がします。そしていよいよ EOS R10 の発売の方がね間近に迫ってきました。未だにね自分自身としても R7 と R10 どっちを買うべきかなっていうのをすげえ悩んでるんですけどね、できればね実機を触ってファインダーを覗いてねその辺で判断したいなと思っているので、早くね安定供給してもらって店頭でね実機を確認してから買うのね、どちらを買うか決めていきたいですね。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロウでした。ごきげんよう。